たった一つ空中前から 91% まで。しかしバキュンキャンセルから上京空中へ53、空中後ろ、うおー、ジャンプがないところ強くいきましたね。ワンダーウィング素敵なメイクしゃーめてよー選手、ここで羽を4枚も消費。なお選手はいい形で消費させられてますね。クーエル、クーエル、いやーかけ、いやークーエルがうまい。ここでもうディフェンスに使わざるを得ない。マントで裏を向けて復帰ルート、無敵ライクでした。第355回マイスマン1-1大会準決勝、トリグリ選手 VS ミニアー選手。トリグリ選手はバンジョー&カーズ、あービーム、に対して当たるような上潰しですか。この辺りでこう勝負を仕掛けてるヘロー選手の勝負感は見事ですよね。ストックは2に卵で、あ、この前発見間に合ってる。補欠卵、ワンダーウィング、ヘロー選手の攻撃の鋭さに対してワンダーウィングで暴れるいいですね。ジャンプ使わせたぞ、下すましホールド、お見事。2話でライン、うー、攻撃上がり、冷静な判断。ポケット選手、まずは撃墜、追いついていきたいが、いや一発はバンカツの方がありますからね。はまれば、あ、ここは回収したぞ。おけつ卵、ここで回収。まあ、これが吉と出るか、凶と出るか。ワンダー、あはー、回避起こすは撃墜、まあ、特に上 B とかの復帰でね、そこをなんか積極的に狙ってる感じがありますね。うまっ、補強上シフトも入れてダメージを与えている。こういう細かな技術もね、しっかりとこの大会の中でしっかりと披露できるトリグリ選手の実力。回避、この回避読みが鋭い。あらー、ホームラン、当たらないっていう爆弾ですからね。対してニャンちゃん選手の爆弾はいつ爆発するかわからないっていう。まあ2位ですよね、カッコ2位。あっと、これ頭出てしまって、うまい、戻ってくるところ。ワンダーウィング強気にいて、コツコツ、いやー、よかった、完璧。おっと、暴れが通って横強、相打ちになりましたね。攻撃上がり強気、ジャンプしたところに空中へ置いていたが引いている。しかし崖、この崖で、アリス選手のロイはですね、決め切るシーン非常に多いんですが、トリグリ選手の使っているバンジョー&カズイは崖をす、アリス選手のロイ、崖は大丈夫だが掴んで外に追い出して半継続、これはうわっ、横強、横強。さあ、トリグリ選手、最近のマイスマン1-1におきまして悲願の初優勝を果たしました。バンジョー&カズイ、現在ね、こう11月から12月にかけてのランキングにおきましても現在堂々の1位。サスマッシュ、これ当たるんだね。ファイヤーバード、いやー、帰れるか。ファルコビジョン2リスク付け、見事ストックは2に追いつきましたが、どうだ、崖橋、卵当たらない、おけつ卵、どうだ。ここは丁寧に、いや、先ほどこのミスでね、落としましたからね。1点丁寧に戻る、バンダービングを正解に使う、クエル落とし、ジャックは大丈夫。思わず一瞬粘れるか、88、空中前、これ目の前、ジャック2段からのガード片身を見つかみ、しかしここはしっかりと回避、ダブルアップを狙う形ですね。空落とし、うわー、レバーガチャを遅らせる、読み横スマー、ここぞで横スマ撃墜、優勝まであと満足、読み合いも制する。うー、おけ卵食う前、あー、崖つかまれに、あー、さらに動画光られて、パンダー、面白いが、うー、この崖つかまれにこの空車合わせたかった。あー、トリグリ選手バンジョー&カズイ、この両者、両者の決勝戦でも当たりましたが、あっと、まずは復帰阻止、ジャンプを残している横 B で帰る。いや、このカード、やはりトリグリ選手はこの崖狩り、うーん、また空攻めてるのが怖いの。勝者側決勝戦最後に決めた復帰阻止をかわしてからの逆転の空車メテオ、ここはガーキャンウレスマ。トリグリ選手もしっかりとこう敗者側ね、気持ちを切り替えて強豪のヘロー選手を破って上がってきました。いや、おけつ卵でタイミングずらす、横 B 外れて空号、この復帰阻止、絶対に生きて帰らないといけません。ガノン、空へ空へ空へ、左に飛ばす、これもコントロールしています。早めの上に、カスタテ上等、アンダー
恐るべしというところが出ました。ストックは2チ、トリグリス選手もなんとか一つ返します。ジャック、どうだ、クエヌ、お、攻撃上がりを潰してクエビ、ここはもう一度ジャンプ上がりを潰して、フクスどうだ、スタッキョー、いや頭出ないようにしっかりと気をつけてますね。台より、お、台の上受け身読んでいる、ワンダーウィングいいダメージ96、チャンスあるか、惜しい、爆弾ヒットから空前、狙いは良かったですが、ワンダミング、ジャンプに対して打ってくるゲッツ、よに、もう素晴らしいオーバーキル、ワンダーウィング、ストークは2-2、トリグリ選手、すっきりしたでしょうかね、今の、あー、ストークは2-2、67%、ラル君選手、やはりダメージレースはトリグリ選手がリードする場面が多いですが。うっ、ゲッツ、 いろんなルートがありますが、ただこれで即死コンボのルートはパーセンテージ的にはなくなりましたかね。なくなれば逆にチャンスなんですよね、これメタナイトって本当に、まあ、無敵ジレリオカトワシゲッツ、まあ、ワンソクダウンなのでしっかりと、ね、強気にいって撃墜できるチャンスを取っていきたいという狙いがある。ディメンジョンマントをつかみからの爆弾当て、いいダメージ、爆弾ヒット、チャンスはあるぞ。86、撃墜圏内です。もうめった、ああ、これはどうだ、大ターンウマタミング撃墜、受け身取ってる、お見事、受け身を取らなければ上スマッシュまでという撃墜でしたが大丈夫、これは回避で崖大丈夫か、これジャブレット、おお、なんかすごい外い、ストックは2-1、補欠卵ガード確認から受け身確認、ワンダーウィング、崖端どうだ、ショックパネルで流れよ、いや、その場に爆弾当たる、回避上がりかなり強気にいきましたが大丈夫、これはワンダーウィング、まだ2枚ありますからね、クッパドロップ、ここは空前は大丈夫ですが、クーエルからの落としからの読み合いでしたが大丈夫、あえて百裂せずにね、スーパーアーマーを使わせない打ち切り、ジャック冷静です、この辺り、いやー、お見事、食らいつきます、ラマ選手、お見事、崖メテオでの撃墜、スタキョーどうする、うん、これは大丈夫、トリグリ選手、崖端固めていく、クーエル、ここはなんとか少し反転つかみ、横強上シフト、爆発物当たってヒット確認、クーゴーヒット確認、空中しろ、この展開になると苦しいですよね、クラウド側はね、トリグリ選手は当然この展開をもっともっと作っていきたいところです。ゼロ距離、バキューンが当たる、クーエル、ジャンプないんじゃないか、空中しろ、ジャンプないぞ、ジャンプないと撃墜、空車暴れ、ここはすばらしい、急降下で降りていく、うん、この空間当たればというところですが、うん、暴れにワンダー返して、クーエヌ崖戻れるか、おけつ卵ヒットからワンダー